決して AGB の方じゃなく女優の岡田奈々さんですが、つい最近偶然目にした芸能記事で拝見しましたが、60歳だなんて思えないほどのとんでもない美貌でした。デビューして45年も経ったんですね。最近はあまり拝見しませんが、どうされていたのでしょうか。気になったのでいろいろ調べてみると、とんでもないことが分かったのです。岡田奈々さん、岐阜市の上須谷女子高校1年生の時にオーディション番組のあなたをスターにで1974年第2回チャンピオンに選ばれた後に、実は岡田奈々さんは歌手としてデビューしていたんです。デビュー曲は独り言という曲でした。当時はポッキーの初代 CM ガールにもなって、ポッキーがバカ売れしたそうです。最初はアイドル路線ど真ん中だったんです。女優としても中村雅俊さん主演の青春ドラマ俺たちの旅で田中健さん演ずる中谷孝夫の妹の中谷真由美役を演じて大ブレイク。この時中村雅俊さんは24歳、岡田奈々さんは16歳でした。岡田奈々さん、アイドル歌手として活躍した5年間でシングル15枚、アルバムが8枚をリリースしています。この時代は、あの花の中3トリを抜いた時代ですから、よく検討してたんじゃないでしょうか。しかし好調だったにもかかわらず、20歳を境に女優業に本格転向したのは、実は想定外の出来事のせいではないかと、今でもまことしやかにささやかれています。とはいえ、その出来事がまかり間違えば、命の危険もあったほどの出来事だったのだと言います。しかも、未だに真相がわからない、不可思議な出来事として語り継がれています。遡って調べてみると、岡田奈々さん、高校卒業後に上京して、短期大学に進学してたんですね。しかし仕事も学業もさあこれからというところで起きたある出来事。当時の記事によれば1977年7月15日の深夜のことだったといいます。岡田さんが住んでいる部屋の隣の建物の窓から男が侵入したのです。岡田さんはその男に数時間も監禁されたといいます。その上大変な傷を負わされてしまったのです。しかし、そのまま犯人は捕まらず、時効を迎えたということなのです。この出来事が、岡田さんがアイドルを続けることに、終止符を打たせた原因ではないか、とも言われているのです。さらに、その事件を調べてみると、意外なことが分かったのです。当時、岡田奈々さんが住んでいたマンションは東京都港区4丁目にあった8階建てでした。岡田さんが仕事を終えマネージャーに送られてマンションに戻ったのは1977年7月15日の深夜。夏ですから気温は高く暑かったのですが、冷房が苦手だった岡田さんはベランダの窓を開けてドラマの台本をベッドで読んでいるうちに、いつの間にか眠ってしまったそうなんです。その男はその隙を狙って、空室だった隣からベランダを伝って、開いていた窓から岡田さんの部屋に侵入してきたのだそうです。男は岡田さんの首にナイフを突きつけ、このように言ったそうです。大声を出すな、おとなしくしていれば、何もしないと言ったと言います。しかし、岡田さんはナイフを避けようと、両手で刃の部分を握って抵抗したときに、右手親指の付け根と左手の手のひらに、30針も縫う重傷を負わされたのだとか、大変です。しかしその時、男はおかしな行動をしたのだと言います。血だらけになった岡田さんの手を見たその男は、ナイフでシーツを切り裂き、傷の手当てをして、両手両足を縛りはしていましたが、水を飲ませたりトマトを切って食べさせたりしたといいます。
しかも、なんとその男は岡田さんに、あなたのファンだと言った挙句に、何を思ったか、縛られた岡田さんに、アイドルの心構えについて説教を始めたり、こともあろうに、岡田さんの新曲を、歌いながらダンスをしたり、奇妙としか言いようがない行動をしているのです。5時間近くもいた、そのおかしな男は、血に染まった包帯やパジャマを、ボストンバッグに詰めると、金品には目もくれず、逃走したのだと言います。さらには、出て行く間際に、男が岡田さんの縛った手足を解いてから出て行ったのだとか、岡田さんは男が立ち去ると、すぐ110番通報していますが、目出し帽のせいで顔もわからなかったこともあり、逮捕できぬまま時効が成立してしまったのです。事件から3日が過ぎた7月18日の午後には、岡田奈々さん自らが会見を開く事態となりました。総勢100人以上の報道陣を前にして、岡田さんが驚くような話を始めたのだとか、最初は脱がすぞとは言えましたが、一切体には触れませんでした。痴漢でも泥棒でもなく、男は誰かに頼まれて、嫌がらせに来たような気がしました。ご心配をおかけしましたが、私はもう大丈夫です。直後であるにもかかわらず、気丈なコメントをしています。しかし、この一件によって、岡田さんは汚れたイメージがつきまとい、清純派アイドル歌手としての人気は失墜して、活動も減少したといいます。ともあれ、いろいろ影響が出たのは事実のようです。それからというもの、歌手の道は諦めて、女優として復活するのに、なんと4年という歳月を要していることからも、この事件が単に芸能活動のみならず、私生活の面でも大きな影響があったということは、誰が見ても容易に察しがつきますよね。美人であるがゆえに起きてしまったこととはいえ、誰かに頼まれて嫌がらせに来たのでは、とまで言わせたのには何か本人なりに、その誰かに見当がついていたのでしょうか。この間も芸能界でありましたが、妬み恨みからの罠であった可能性を匂わせた発言は、本当に意味深に思えてなりません。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？今も女優として活躍している岡田奈々さん。デビュー45周年を記念して、アルバムが今年5月に発売されました。33年ぶりの新曲は坂の途中でというタイトルだそうですね。まさに坂道の途中からの再スタートですね。これからも応援しています。